大中富氏は、大中富を死の名とする氏族。日本古代の中央政権において、祭祀を司った貴族である。中富の鎌谷が藤原姓を賜った後、その子、藤原富人が幼かったため、鎌谷のおいで、婿養子とも言われる中富のおみ丸が、暫定的に藤原氏を継いだ。後に、成長した富人に正式に、 文武天皇の直が下り、改めて、藤原政は、鎌刈の嫡男、不人とその子孫のみとし、他の者は、中富の氏に服するように命じた。お見丸も中尾み政に戻ったが、不楮との後押しで中納言に昇進した。お見丸の息子の清丸は、天平法治八年に起きた、藤原中丸の乱では、後見上皇について、昇進を重ね、神語慶運三年六月に、 大中富屋村を施政された。清麻呂は、正二位、右大臣にまで登り詰めた。後に、中富の氏の着流あるいはそれに近いとされた三門と呼ばれる家々があったが、平安時代に入るとこれらの家々に対しても、大中富氏の名乗りが許されるようになった。大中富氏の中で最も力を振るったのは、着流とされた清麻呂の系統で、 仁義博や伊勢採取を世襲した。平安時代の大中富義信とその子、大中富佑夫やその孫、伊勢大輔は、歌人としても、自責を残している。だが、平安時代中期の中富の一氏を最後に、中富の氏の仁義博は姿を消し、代わって、白川家が仁義博を世襲するようになると、伊勢採お及び仁義大福を世襲するようになる。 また、地方の有力神社の神職も掌握するようになる。着流子孫は、江戸時代に藤波家を称するようになる。大中富士、ありがとうございます。